その今まで通りの好感とベッキーでいたってうん、嘘つけって言われちゃうなんですかね私も何かどうコメントすると旅に迷うんですよ全然両方あったかな楽しんでる自分もいるしき厳しめというかそのみ,みんなの求めるベッキー利用の自分もいるし半半分半分だったとほうんかコメントで今はどのベッキーなんだろうっていうのがあるんですけど。 これがね逆に相談したいんですよ、うん、ひろゆきさんにどうすればいいですかんかすっごい迷っちゃうんですよねあの何、ー、だろうその今まで通りの好感のベッキーでいたって、うん、あのー、いやお前いろいろやらかしてるじゃんみたいな嘘つけって言われちゃうでもははは人に感謝する気持ちとかは本当にあったりするとかするから。 うんうん、本当に感謝してますみたいなことを言うと、嘘つけって言われちゃう。でも、なんかね、ちょっと今、説明もうまくできてないけど、<laughs> どうすればいいのかなって、これから。まあでも、瀬戸内寂聴さんっていうやり方もありますからね。<laughs> なるほど。<laughs> もう、過去めっちゃビッチでした、今は海さんですみたいな、開き直っちゃうっていう。 なるほどねそれぐらいかでもあの私をずっと応援してくださってる方はそんな悪っぽく悪を演じないでとも言うしまあ別に悪ではないからね。何 <laughs> な,んなんですかね。私もなんかどうコメントするたびに迷うんですよねあこんな真面目なこと言ったら嘘つけって思われるかなとか。 はあ,あそういうの毎回考えちゃうんですね考えちゃうんですよねはあそっかあまあその求められた役割を演じるのをずっとやってたからこの人はこういう質問をしてるということはこういう答えが欲しいけどでもそれを聞いたこちらのファンはこう考えるしこっちのファンはこう考えるからどれが正解かなみたいなそう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 ,そうすごい考えますへえ、はあ、それでも逆にその主婦をやってる時って何にも考えないじゃないですか だうん、うん、かその時の感覚で生きていけばいいんじゃないんですかなるほどね。いやその芸能界のベッキーはこう答えた方がファンが喜ぶよねとかあの、うん、こういうふうな答えを期待してるよねっていうその芸能界のベッキーっていう役割を別にもうそうですねそうだから前よりはね背負わなくなってきたんですけど <laughs>、ま、でも何を言ったって誰かは。 嫌な気持ちにはなっちゃうからな。芸能人って難しい。あ、そうなんだ。じゃあ嫌な気持ちになる人をなるべく減らそうと思って喋ってるんですか？あ、それはあります。それは不快感は与えたくないなっていう。でも100%は無理だけど。そうだ。僕なんかあわよくは誰かを怒らせて帰ろうってちょっとどっかで思ってるんですよね。